ありがとうございます。いいこと聞いてくださって、はあ、ありがとうございます。<laughs> あます上からあの。スクリーン上のるっき君に手伸ばしてたんです。みんな。<laughs> ほんま。<あ>それ、ほんまに持ってない。目線右のスカイくんから伺いましょう。いやー、見ましたよ。僕一人で見に行って、映画館に、もう本当に。 やっぱこ「よる君」をこの大きなスクリーンでもうぜひ見たいって自分の中で思っててるき君にも内緒で見に行ったんですよ、はい。いやーなんか本当に誠治と茜の,なんかその冒頭からのなんか距離の縮まり方とか,なんか普通のやっぱ恋愛映画じゃないような,なんかすごくたくさんのメッセージ性が込められてて。 なんかずっと余韻に浸ってました見たあのも周りのお客様の様子というのはどうでしたかあ,ありがとうございますいいこと聞いてくださってあ,ありがとうございます <laughs> あこれちょ一つあの言いたいことがあって <laughs>、うん、僕すごくこう自分の気持ちにあるぐらい嬉しかったことがあってあの周りにこうファンの方がたくさんいてるき君が茜をじゃあ 屋上行って景色見せてやるよって言って手伸ばして引き上げるシーンがあったんですよその手伸ばしてるスクリーン上のるきくんに手伸ばしてたんですみんな <laughs> ほんマ、ま、<あ>かそれこれほんマなんですって <laughs> 結構やばいよじゃこれほんマ、ま、これホマに持ってない <laughs> マジそれぐらいるきくんがマジでかっこよかった<ー>、うん、そのうちの一人 俺。やってた。自分もやってたや。俺もやってました。これマジっす。俺もやってました。そしてたくさんのこうメッセージ線があるとおっしゃってましたけれども。スカイくんはどんなことをメッセージを受け取りましたか、この映画から。ありがとうございます。本当に言いたかったです。何なんですか。じゃあ、本来、確かに。すごい。ほんまに言いたかった。ありがとうございます。その。僕、まだ一回しか見てないんで、セリフとか覚えてないんですけど、あかねが。あの。まあ、ちょっと。そうですね。るき君の。 あのアトリエに行った時にこう、まあ、セイジが「何してんだよ」ってって「でなんかこれ誠司君が描いたの?」ってそうだよ」みたいな,なんかセイジ司君が見る景色ってこんなにもなんかまあ、いい色なんだっていうでやっぱ絵を見た時になんかその色の概念がなかったんですよたくさんの色をなんかこまめに使ってて。 なんか空ってこういう色で見れてるんだみたいなのを言った時になんか僕が感じたのはこう普通の概念みんなが見てる空は青とか何々がこう緑とかっていう概念って本当なくてこう皆様それぞれが見,て見た感想とかこうそれぞれに感じてきたパーソナルな部分がこうそれで正しいんだよっていうのをなんか政治が 教えてくれてたじゃないけどそういうのは茜に伝えたくて自分がそうやって絵に描いてたっていうメッセージが自分にも来たと思ってん,なんかそういう部分がなんか今の時代じゃないですけど何か何かにこう何て言うんですかね固定されてないというか自由にこう生きてて創造性のあるものがなんか時代的に合っててなんかすごく僕は。 大好きだなっていうメッセージがありましたこの映画まさにあの単なる恋愛映画というよりも本当にこう深いメッセージがあるというのも話題になってますけれどもルキ君スカイ君くんはかなり深いところまでにになってますね、はい、いや本当に、あのー、見終わった後後日に見,見終わったっていう話を一緒に2人でしてすっごいいろんな考察を僕に言ってきて。 <laughs> このシーンのこれはこれで合ってるのとかめっちゃ見てくれてて本当に1回だけかなっていうぐらい深いところまで見てくれてまあ今のシーンもそうですけど本当に感受性が豊かな人なんだなと思ってはい,いや、褒めてますよ、<laughs> <laughs> 本当に素直にそんだけこう入り込んでくれたっていうのが嬉しくて主演のルキくんも驚くぐらいはいびっしりるということです。